皆さんは料理研究家のケンタロウさんをご存知でしょうか。そうです、男子ご飯で国分太一さんと一緒に料理されていましたよね。今は2代目の栗原新平さんが定着されましたが、もともとはケンタロウさんと国分さんで始まった番組でした。ある時からケンタロウさん見かけなくなったなぁと思っていたら、交通事故をされていたんですね。そんなケンタロウさんについて、現在の様子なども見ていきたいと思います。あの有名な料理家、小林克代さんを母に持つケンタロウさん。本名は小林ケンタロウさんとおっしゃいます。小林克代さんは特に関西のローカル番組などでおなじみでした。息子さんであるケンタロウさんですが、すぐに同じ料理の道に進んだのではなく、美術短大を卒業後、イラストレーターとして活躍していた時期があるようです。ゲームのキャラクターデザインを手掛けたり、料理の監修などでゲームの開発に携わったりと活躍されていましたが、その後、イラストレーターの仕事が減っていたのもあって、母の後を追い、料理研究家に転身されました。母、小林克代さんに対し、気軽で誰にでも作れそうな身近な料理が受けて、雑誌やテレビで人気となったケンタロウさん。レシピ本も数多く出版され、今日の料理や花丸マーケットなど、多くのテレビなどでも活躍しており、また、美術の素養も活かして、台所用品や衣服の制作などもされていたようです。2008年からは、テレビ東京で、太一・ケンタロウ男子ご飯に出演し、その親しみやすさから、さらに人気に拍車がかかりました。そして、2010年には、フードスタイリストの大谷真紀さんと結婚。そんな人気絶頂だった2012年の2月、突然交通事故に遭いました。もともとバイク好きでカスタムしたバイクに乗っているほどだったようですが、くしくもその大好きなバイクでの事故になってしまいました。その事故は凄まじく、高速道路でカーブを曲がりきれず横転し、バイクは高速道路中にあったのですが、ケンタロウさんの体は6メートル下の一般道路にまで投げ出されてしまいました。救急搬送されましたが、一時は意識不明で生死の境をさまよう状態だったといいます。なんとか一命は取り留めましたが、両手両足の麻痺に加え、脳にもダメージを負ったため、記憶や感情表現にも支障をきたす高次脳機能障害が残りました。事故直後は寝たきりの状態で言葉も話せず、食事も鼻からチューブで取っているといった状態だったようです。かなり衝撃的なニュースでしたが、男子ご飯はケンタロウさんの復帰を信じてゲストを呼んだりしながら番組を継続していました。ですが、ケンタロウさん側からの降板の申し出を受けて、正式に栗原新平さんに引き継ぎ、リニューアルされました。当時、このリニューアルに寂しい気持ちもあった視聴者は多かったと思いますが、ケンタロウさんの深刻な状況が想像され、心配になった方も多かったと思います。重傷を負って、表舞台から姿を消したケンタロウさんですが、懸命にリハビリをされて、奇跡的な回復をされているようです。再起不能とも噂されていたケンタロウさんが相当なリハビリをされたのは奥様の存在が大きかったのでしょう。病院関係者からは回復の見込みは厳しいとして介護施設への入所を勧められていたようでしたが、奥様はケンタロウさんのためを思い自宅療養を希望したとのこと。そして住まいも通院やリハビリに便利なように都内に移し、献身的にケンタロウさんを支えたそうです。奥様は反応がないケンタロウさんへ懸命に話しかけるなど、
諦めずに寄り添い続けたようですね。その甲斐あってか、奥様と片言で会話をしたり、コミュニケーションを取ることができるようになったんだとか。また、1日8時間にも及ぶリハビリによって、自力で少し歩けるようにまで回復したそうです。寝たきりの状態で、病院からも回復の見込みが少ないと言われていた中で、本当にすごい回復ですよね。現在もリハビリは続けられ、車椅子を使い、笑顔で出かけられている姿も報道されていました。もちろんその傍らには奥様の姿がありました。この車椅子ですが、コギーといって、通称諦めない人の車椅子なんだそうで、わずかな力でペダルが回転するような仕組みになっているのだとか、自分の力で動かすことができるといったことも励みになっているのかもしれません。このコギーに乗って毎日のように夫婦で散歩をされているそうですよ。笑顔での散歩の写真を見ると順調に回復してそうですよね。悲しいこともあったようで、2013年に母の勝代さんが多臓器不全のためにお亡くなりになりました。亡くなられた際には難しかったようですが、一周忌には健太郎さんも駆けつけ参加できたそうです。天国のお母様も安心されたでしょうね。それからなんと、男子ご飯の10周年記念の時、療養中の健太郎さんから手紙が届くというサプライズがありました。その内容が放送されると、とても話題になったことも印象深いですね。手紙には、10周年おめでとうございます。勝手に事故ってごめん、といった健太郎さん自身の言葉があり、後任の栗原さんにも、新平ちゃん、途中からごめんね、といった感謝の言葉がありました。この手紙を震える声で読んだ国分太一さんは、いつか3人でやれたらいいね、と温かいコメントをされていました。これを見た視聴者からも、感動した、などと激励のコメントが多く寄せられたようです。健太郎と力強い直筆のお名前も書かれていて、字も書けるぐらいに回復している様子も伝わり、ほっとしましたね。今の男子ご飯ももちろん、新平さんがすっかり定着して楽しい番組ですが、健太郎さんの印象も多く残っていて、忘れることはできませんよね。男同士で楽しく料理やおしゃべりをしている様子が好きで、よく見ていたものでした。お見かけすることがなくなっていたので、とても心配していましたが、健太郎さんらしいお手紙に、リハビリ頑張られているんだ、と安心できました。表舞台への復帰はなかなか難しいかもしれませんが、今でも健太郎さんの数々のレシピは多くの人に愛されているようです。いつかまた健太郎さんの笑顔をテレビで見れたらいいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。